夏のアズマ渓谷、八丁倉狩地図アズマ渓谷は、群馬県アズ郡東アガツ町から長野原町に、またがるアズ川の渓谷。アズマ橋という名称で、国の名称に指定されている。群馬県西部を流れるアズ川は、長野県境の鳥居峠付近に橋を発し、アズ郡内を東へと流れ、渋川市で利根川へと合流している。上流から中流にかけて、海。 警告を形成しており、その中でも特に知られているのが、中流の安ずま谷である。安ずま谷は、安ず郡長野原町川原湯から、東あ妻町、松谷の狩りが沢橋あたりにかけての、約4キロメートルの区間を言う。地質は、中心夜の偏級安山岩、両奇跡安山岩、業界隠れ岩で、これらが、安ず川の流れによって、 侵食を受けたことで、現在の地形が形成された。渓谷沿いの国道145号の旧道から、川間までの高さは50メートル前後に及ぶ。川は屈曲し、背や淵、滝、奇岩など、変化に富んだ景観となっている。周辺は、カエデやクヌギ、イヌシデなどの落葉紅葉樹林となっており、秋の紅葉の名所として知られる。 おおむね10月中旬から11月上旬にかけてが見頃である。また、当地には紫筒子が自生し、春になると格子色の花が美しい。長野原町では町の花として紫筒子が制定されている。あずま渓谷は近世以前、あずまを東西に隔てる難所であった。交易が盛んになりつつあった江戸時代から開作が試みられ、 1895年、野口茂志郎が資材を投じて、野口新道を開通させた。その後も、鉄道の敷設や八ッパダムの建設、それに伴い水没する集落の高台移転、鉄道の付け替え、バイパス道路などの整備が進められている。あずま渓谷の中でえりすぐった10カ所の名所。白糸の滝若葉台に立つ。 順南六団員の被1962年3月7日、地元の消防団員16人が乗った消防車が警告に転落。6人が死亡するという惨事が起こった。消防団員は、あずま町内で花見を行い、二次会で河原湯温泉に行こうとしていた。この時、運転していた団員が飲酒の上無免許だったこともあり、消防庁長官が花見をして事故を起こすとは、 言語道断と全国の消防団に飲酒運転の禁止などを通達する騒ぎになった。さらに、この後、あずま町長らは死亡した団員らに労働災害を適用してもらおうと申請を行ったが、朝日新聞などが花見で酒を飲んで死んだ者に労災を出すとは過保護ではないかという論人を張ったため混乱した。道の駅やが妻海会社岸側の国道145号の 旧道は、あずま京橋から上流が一般車両通行止めとなっており、一般の観光客は徒歩にて併設されている遊歩道を散策する。右岸側のハイキングコースはさながら登山道であり、子供や高齢者連れ等で不安を感じる場合は、前述の旧国道沿いの遊歩道を利用することが推奨されている。ありがとうございます。